本日は2024年の6月の30日日曜日、ここは JR 奈良駅内です。いやー、今日はね、実はもうね、もう観光はしてきました。鹿と一緒に戯れてきました。じゃあ今から何するのって話なんですけれども、近鉄奈良駅に行こうと思います。ここはですね、どちらかというと、どちらかというか間違いなく近鉄奈良駅の方が利用者数が多くて、なおかつ観光地はね、向こうの方が近いといった感じでございます。で、ここから近鉄奈良駅っていうのは、まあ、大体1キロくらい離れています。で、観光地、奈良公園なんですけれども、それもね、あっちが一番近いんですよ。もう歩いて行きますからね。500メートルくらいで鹿にもう会えますから、歩いたら。いや、そんなんじゃねえな。300メートルくらい歩けばもう鹿に会えますからね。ここだともう全然いないでしょ。ね、わかると思うけど。まあ、そんな感じでございまして、今回の動画は、近鉄奈良駅まで歩くぞーついった感じでございます。実はもう近鉄奈良駅から歩いてきて、で、ここからまた撮ってるって感じですね。あ、ちなみになんですけれども、こちらがですね、ちょっとうまいこと見えないと思うんですけれども、奈良公園の方面に向かうバスでございます。これあれかな、近鉄の駅経由していくやつかな。ブワーって行って曲がってとかね、そこは多分行かないけどね。まあとりあえず今回の動画はですね、近鉄奈良駅まで歩きますよといった感じでございます。この辺のいいところで言うと、多分ね、もうスタバがあるぐらいじゃない。あれちなみに観光案内所ね。で、ここで降りちゃうとバスに使わないといけないんで、そう、歩いても行けるけど、まあバスに行きますね。実はね、一応ね、言うと、もうこのスクランブル交差点を越えて、あそこの山とかあるじゃないですか。この道まっすぐ行くと奈良公園でたどり着きます。ただまあめんどくさいじゃないですか。ここずっとまっすぐね。今回行く場所はちなみに近鉄奈良駅なので、ずっとまっすぐには行きません。なんだったらそこをガッて行った方が少なくて早いかもしれない。一応今回はここ通ってるんですけど、ちなみに奈良の風船情報があるか、ちょっと雨水の量がいい。とりあえずずっとまっすぐでございます。ちなみになんですけれども、もうさっき歩いてきました。同じ道を通ると採掘なんですよね。まあ、とりあえずここずっとまっすぐなんですけれども、皆さんこれを見て奈良だと思いますか？奈良だと思いませんか？どうですか？ただ商店街、人がたくさんいる、移動するだけにはちょっと迷惑ですよね。人邪魔で、そういうことを僕は思いましたので、もうここを抜けたらちょっともう道に出ようかなと思います。商店街には入りません。商店街は実は通ってきたので、逆走してるとは思うんですけど、その動画を適当にくっつけておこうかなと思います。そういえばですね、まあ逆に近鉄の方から JR の方まで歩く場合はですね、まあ、10分かからなかったぐらいかな。そんな感じです。まあ、10分かかったかもしれないか。なんていうかっていうと、ずっとね、下り坂を歩いてきたんですよ。逆に今度は上り坂なんですよ。だから、ちょっとね、気持ち的に行くのが楽でした。ちなみにさっきちょっとセブンイレブンでちょっと買い物してたんで、ちょっと余計な時間が入っちゃったんですけれども。まあ信号にもよるんですけれども、まあ、そんなめちゃくちゃ時間はかからないんで、まあとりあえず夏のめちゃくちゃ暑い日じゃなければ大丈夫だと思います。今日は風はあるんだよね。午前中雨だったんですけど、とりあえず、まあ、昼は晴れてるんで、まあ、だいぶ暑い時は暑かったんだよね。そう、鹿と戯れながら休憩してたんだよ。あ、涼しいっつって、風がブワーッつって吹いて、そう、あれはあれでちょっと困ったよね。鹿。ところどころやっぱお寺とかがあるな。登録有形文化財に指定されていますし、なんかわかんないな。とりあえずなんですけれども、この辺の通りはまだね、車来れるのよ。ここはで、向こうはね、見たらわかるかもしれない、一応ね、自転車と行ってるらしい。だから真ん中を通ればそれなりにスピードを出して歩けます。ただその後左にずれないといけないと。で、左にずるようにすると商店街とか通ることになると思うんですよね、大体。他にも多分抜け道はあると思うけど、桜通りみたいな、そんなところをね、使うと。それをね、使うと人がね、結構いたりして時間がかかっちゃうんで、今回はなしにします。まあ、そんな感じで、今回は申し訳ないんですけど、左に曲がらせていただきます。一応動画としては持ってるので、それを逆走してるけど使おうかなと思います。それでどっちも同じぐらいだったんで、これに従って曲がっていくことにします。こっちの商店街みたいなやつに入っていこうかと思います。こっちの方が、ただこっちも時間かかることには変わりがないので、多分道をスーッて行った方がいいかもしれないです。もうあれだね、適当にそれっぽいこと言って、
帰りの動画をメインにしようかな。ここに入れとこうかな。実はこうしてました。JR のさ、ところからあれして、こうしてやった方がいいですよ、つって。やった方がいいのかな、まあ、そんな感じで、まあ、どんな動画になっているんだろうといった感じです。以前、近鉄のシリーズで言うと、四日市駅歩きましたね。マンションだ。あれ、ホテルかこれ。いや、入居者募集だからマンションだ、これ。すごいな。いや、今日はね、こういうのがあって、これが今日までなんですよ。有効期限が。1年持ったりしたらよかったんだけど、とりあえずね、無理やり来ました。あ、涼しい。あのね、今日はね、雨降ってたんですよ、午前中。で、午後になって奈良に来たんですけれども、まあ、ちょっと暑いかなぐらいです。ということで、こんな感じになってて、桜通り抜けましたけど、右に曲がるんだ。やっぱでもさっきの直線に行った方が早いかもしれないね。人の量とかそういうのもあるけど。もしかしたら、なんかあれだったかもしれないな。ここを通ってもらうと思う。なんかやっぱ、店で物を買ってくれると、奈良的にはお金が落ちるからいいよねっていう、そういう話だったかもしれない。あっち奈良公園だよって言っても。ということで、京都同様、こんな感じのローソンがありますね。まあ、とりあえず、前にもう見えますね。奈良駅の高架橋が。本当に1キロか？なんかもっと近いような気がするな。まあそんな感じで、割と近いですね。あとまっすぐ行くんですけど。この辺りはホコ店になってんだ、一応。とりあえずね、さっき、まあ、走ってたんだけど、まあいいやと思った感じです。とりあえず、まあここもずーっと下っていくだけですね。なんかさっきまたあんなに人いたのに、ちょっとずれただけでこれだよ。あとそうだね、普通になんかマンションとかもできたし、あとはやっぱなんといっても電線だね。それができたんで、だいぶその辺の街って感じよね。普通になんか街って感じ。本当に人の数も減って歩くのが楽になりましたね。ただ車は多いって感じですね、やっぱ。もうここ抜けたらもう大通り入って、あとはもう右ずーっと行けば近鉄に着きます。なんだったらもうその、なんだ、県庁か、あそことか、そのまんま鹿たちが行くところに行けますので、まあ、そんなめちゃくちゃ遠いわけではないので、まあ、歩いてみてはいかがでしょうかといった感じです。まあ、あまりにも暑いとちょっとおすすめはしませんけどね。さっき見とった神社が知らんけど、なんか鳥居が出てきましたね。ちなみになんですけれども、いつの時代のやつですかっていうのが。古いな。あれ、JR ってなってるってことは少なくともまあ、なんとか、ここ30数年ものなんでしょう。34年、5年、それぐらいでしょ、だから多分。わざわざこれ。わざわざこれ貼り直すんだね。奈良ってなってたから、国鉄奈良とかそんなんだったんでしょうね。こんな感じで、はい、近鉄の、あれがもう見えてきました。もうこっから近く入れんのかな。そんな感じでね、もうこうやってやってるぐらいね、もう近いわけですよ、奈良公園と近鉄奈良とか。だからね、もしね、京都とかが、あとはどこがいいかな、大阪ナンバーとかかな。唯一その梅田からの直通で来ることができないっていうのが、まあ近鉄の難点なんですけど、バス側奈良交通だ、なんかいろいろあるわ。とりあえずこのバス停がちょっと邪魔だから、ここでもしかしたら時間取られるかもしれないかな、このルートが。さっきのところ普通にまっすぐ行けばよかったな。この右側ですね。とりあえずまあもうそんな遠くなかったんじゃないかなと思います。あ、もう実はもうこの辺りから入ってもう行けるから、もう入ろうかなと思ったんで、もうちょい向こうまで来ますわ。JR 奈良駅のいいところは、やっぱり梅田まで直で行けるっていうところかな。で、あとは、まあ、向こうもこっちも始発なんだけど、あ、ごめん、奈良駅は始発じゃなかった。近鉄奈良は完全なる始発駅なんですわ。でも、JR の奈良駅っていうのはちょっと特殊で、またちょっと奥からやってくる場合があります。大体奈良だったら座れるんですよ。大阪駅まで直通で行くなったらもしかしたら向こうかもしれないし、まあ別に地下鉄ぐらい別に難波から移動するよって人は、まあ難波でも鶴橋でも移動するよ別にそれぐらいって人は、まあもう観光地に近い方を取った方がいいかもしれないし、まあ歩く感じだと、まあそんなに駅と駅自体は離れてないんでね、必要が。あ、そうそう、ここを通ってきました。いやー、ただまあ観光地はやっぱこっちの方が近いし、観光地で歩き疲れるっていうのがあるので、まあ行き歩いて帰りはもう近鉄パターンとかがいいかもしれないですね。精神的問題っていうと、まあもう夏に来る場合はもうどっちもね、そんな無理せずに近鉄
スならでいいと思いますけどね、まあ、一応言うと、まあ、大阪市内難波ローが難波で仮定すると、あの一応 JR の方が安いです。あの、はい、100円200円ぐらい多分近鉄の方が高いと思うな。調べてこなかったからなんだけど、まあ、あの一応ねそれだけ言っておこうかなと思います。ただね、もうそれをあまりやってなおともね、アドバンテージがこっちにあります。まあ、あのこんな感じで、もうずーっとまっすぐ行って、まあ、東大寺があったりとか、もう普通に荒公園、まあ、今ちょっとね、この辺りちょっとあれだったり、ここが通れなかったりもするんだけど、まあ、こんな感じでいろいろありますんで、まあ、皆さんぜひともね、こんなこと言うと JR 申し訳ないけど、近鉄奈良駅をご利用してみてはいかがでしょうかって言われてて、ちょっと JR をさっきまで押してたんだけど、うん、やっぱちょっと JR といいところがねえなと思ったいや、ちょっと頑張ろうかと思ったんだけど、JR 今日 JR 利用してないし、もういいか。はい、皆さんね、奈良への観光の際、特に夏はですね、あの、まあ、ケチることなく自分のね、まあ、安全をね、第一に優先してですね、この近鉄奈良駅を利用してみてはいかがでしょうか。このように伊勢志摩方面、名古屋、吉野、飛鳥、京都、三宮、あ、神戸ですね、で、大阪難波と西宮や甲子園球場、あの辺りだってちゃんと行きますよ、尼崎とかね、まあ、そんな感じでこちらで、だ全然雰囲気は違うと思いますよ、やっぱり。一応ね、ここもあの近鉄百貨店というふうにはなっているので、まああの物は揃ってますしね、サイゼリアもあります。まあそんな感じで、こっちではね、また商店街とかありますしね、まあ駅前でもちょっと駅とか駅前とかでも楽しめると思うので、 JR 行くから、まあここでお土産買ってみるなどしてみてはいかがでしょうかといった感じで、もうこの奥に行ってしまえばまた観光地の渦に、渦、あの観光地のね、あの奴らに巻き込まれるので、この辺で動画は以上になります。そんな感じで適当に画像を添えておきますね。観光は一応したので、そんな感じで動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。